パトさん。これでまあ、ずっとシーズンが進んでいって、まあ、うん、優勝を迎えるあの神宮球場のことを聞きたいんですよ、うん、あれは僕も言ってましたから、うん、もう見に行っとった、もう学校休んで連れて行かれましたああそう、学校行ってる場合じゃないなんちゅう親や、もうそうですよ、うん、で行って、まあ、あの試合なんかっていうと本当あれ引き分けで最後優勝になりましたけれども、うん、あの引き分けで優勝と誰も思ってなくて、不思議なことに、いやわしも知らんかった、途中ゲームの途中であれおい、これ引き分けやったらどうなんねんってマネージャーに聞いたよ。ほんなマネージャーが、いや引き分けでも決定や言うから、ああそうなんやって、ほやけど引き分けで優勝というよりもやっぱり勝って優勝の方がええわな言うて、だから結局あれ佐野が義引き打って同点になったかな、だからその時にやっぱせっかくやからもう1点取らんかいっていうのはね、なんかそういう意識あった、だから引き分けで優勝っていうのはもう途中から知ってた、途中からですね、うん、途中から僕らでも全然それが分からずに、当日勝たないといけないという雰囲気で行きましたし、うんうん、だからあれちゃうかな、もう途中から引き分けでええんやったら無理に勝たんでええなっていうようなもんかなそんなことは今なりました、そういうやっぱり雰囲気って分かるじゃない、はい、もちろんそうですけど、うん、それよりもね、わしはあの日のね神宮の球場に行った時にもうびっくりした、はい、他球場でわしらがビジターの、チームが練習で行く入る言うたら、今やったら4時やろ、はい、ビジターのチームが練習開始が、そうあの時大体ね3時過ぎぐらいには球場に行くわけよ、そしたら甲子園以外の他球場であれだけファンがもう集まってワンワン言うとるなんて、甲子園ではしょっちゅうわしは巨人戦の時に経験あるけどなかった、それをね、もう神宮のあのクラブハウスから球場のあの道入った時にポッと踏み入れた途端にスタンドのあの雰囲気、うわ何やこれと思って、あれはすごい、開門も早まりましたし、うん、だからあやっぱりこれおいわしら今日で優勝せなあかんぞというふうな思いになった、それはもう鮮明に覚えてるわ、うん、ファンもねみんな寝れなかったんですよね、僕ら、うん、まだ学生でしたけど、それでももうなんていうか、うんうん、もう自分が戦いに行くみたいなところがあって、うん、これはもうすごい一日って言いますかね、そういうなんかありましたよ、まあ、何その重要な一日忘れませんもん、うん、いやだからやね、だから東京でだからそれまでにマジックが一桁になって、ほんでみなと話しとった時に、おいどこで優勝したら一番ええかいう話になったんよ、それ一番いいのは甲子園はな、ほんで甲子園でない時はどこや言って、広島は敵やろ、また狭いやろ、名古屋もそうやもんな、じゃあやっぱり東京かってなって、うん、東京やったら終わってから、うん確かに騒ぐ場所は多いわな、甲子園は21年ぶりで下手したら出れへんぞ、そうなったらその優勝の喜びってどんな風に感じるんかな、分からんな、やっぱりこれやったらもう東京やぞと、東京で優勝決めんには一番や言うて、それでそんな話を連中とやってて、これで、神宮行く、ま、あ神宮であの 10月16日かな、16日です、その前の晩の15日
の晩に、わし東京の司令の親父と一緒に飯食とって、おい川、明日も優勝決まったらどうすんやん言って、いやどうするの、わし初めての経験で何していいかわからんのですわ言って、おいじゃあ今から店探しに行こう言って、え店探し何の店、お前のことやからどんちゃんするやろ言うから、いやそれはどんちゃんなりますかねって、女とは馬鹿必要やって店探そう言って、ほでいつも行きつけの店を数軒回って、なここじゃあかんなと、狭い、ほんで、いろんな意味で万が一なんか変なこと起こったらあかんからこれダメ、そしたらそこの、12時まではクラブになってて、そこからあと深夜の店になるやろ、そういうとこ探そうやって、ほんならそれも行きつけのとこ行って数軒回ったけど、帯とたすきの関係で、もう一つやなあって、でもう一軒だけ探そうって、もう一軒最後に行ったとこはちょうどハマったんや、親父ここやったらもう朝まででもやれるしええなあって、じゃあ川今度はこう決めようかって、ほでそこの大将を呼んで、で明日優勝決まったら、みんな、時間決めてここに3355集まってくるから、そのつもりでこの店頼ますなあ言って、で分かりましたって、ほであの晩優勝決まって、でそのままホテル帰って、これで祝勝会はね、そのまずホテルの中で、なあの2階の駐車場でそこでビールかけやって、なんなりやって、どんちゃんやって、それから皆に1台のタクシーを皆上に上げてて、もう分野に分からんように言うと分かるわな、だから3人でいいから1台の乗れ、これで新宿の風林会館の前に黒服生かしとくから、そこで黒服の案内でみんなこの店に来いというふうに全部決めて、それがスタートしたのが1時ぐらいからかな、で気がついたら7時ぐらいやった、朝の次の日ですね、うん、そんな当たり前やんか、だからあの時にほんまにむっちゃくちゃ、これでね、1年後の左の中田がね、高校出たばっかりぐらい、うん、うん、ほである時にその場で、あれは、うん、トレーナーのサルキさん、サルちゃんが、川ちょっと、これ何どうしたの、このいつはほんまに絡んできて、ブレイクを言うたばっかりにわしに絡んできて、おいサルキーとか言って、クソの生意気に呼び捨てしやがって言うとるんですよ、そうかいって、だからわしになんとかせえっちゅうこと、おいちょっと表来い言うて、表連れ出してで一発かまして、お前なブレイクという言葉はな、そんなもんじゃないんだぞ、これから先覚えとけ言うて、これで一発かましたんで、また下連れて行って、ええからどんちゃんの中に入れって言って、でそういうふうなこともやったり、ほんなら途中で店に電話がかかってきて、銀座のどこどこの私ですとか、六本木の私ですとか言って電話がかかってきて、そこでやってること分かってるんで、もうお金とかそんなんいりませんから、そこに行かせてください、行っていいですかとか言う、ほんなも断れ、そんなもん言うては、もう そんなんね、それ10人ぐらいから電話かかってきて、なんかあかんって、下手にそんな子入れてみんかい、この連中何すっか分からへんねん、もう絶対だから初めから決めただけの、もうだから銀座から何人、六本木から何人、この新宿から何人言うても、もう女の子も全部数決めて、問題の起こらんように、起こらんようにこっちもやっぱり責任者やからやねん、やって、あんなその場は全部川藤さんが全部やったんですか、うん、そうせんかったらもうつかへんもん、
ほれで裏方に至るまでも全部そこに連れて行って、ほれやれってむっちゃくちゃやってんから。そういう記憶はね、野球やっとるよりも今の方はその記憶の鮮明にある。鮮明にある。あの小林茂さんを招き入れたのは、あの時は、ええ、あの日本シリーズの時。その後ですね。うん、だからあのリーグの優勝の時は小林はあの来てない。うん、でそのまた後の話です、ね。うん。なるほど。うん、その後試合が続きますもんね。これ。そんなもん試合。翌日も試合ですよ。そんなもん優勝決まったのに、どうでもいいやん。だから加藤が負けるあんなも知ったことじゃねえだ、あいつ。これでも確か勝ったんちゃうか。負けてます。負けとる。きっちり負けてます。うん、まあやっぱさすが人の子やな。いやでもあれはね、本当ね、夢を見ましたね。まあ夢やわな。どう、うん、あの川藤さんもそうだったかもしれませんが、僕らもどうしていいのかわからなかったんですよ、うん。どういうあのところに気持ちを置いたらいいかわからなかったっていう状況でしたね、あれは。だからあそこから今度東京から大阪に帰ってきた時に、あの新大阪の駅でまた人混みやん。まさか新幹線の裏の出口があるって知らんじゃない。そこに引っ張っていかれて裏から出たよ。へえ、こんな道あるんやっちゅう、出口があるんや。ああいう風なことまでな、そりゃ道頓堀で人が飛び込んだりそりゃしとるわなと思って。カーネル・サンダースも、うん、連れてやりました。だからほんまに思わぬありがたい経験やわね。だから優勝の経験で何もかも自分の野球に対する仕事に対する考えも変わったしね。ああ優勝というのはこれほど人間を変えたり考え方を変えたりというふうになるんやなってことは本当に感じた。まあ優勝経験者という肩書きがつくだけでなんかステージが一つ上がってます。全然上がった。だからものの考え方がガキからなんか大人になったような感じするね。まあ現実にそうやったけどな。わしらの考え方はなんちゅうほんまにアホな考えしとったんやということが、やっぱり優勝って団体で皆の人の集まりで喜び合うやけんが、個人の優勝って自分一人じゃない。そのことを思ったらこれだけ団体の力、人の集まり、その中で目標を共有して喜び合うということはこれほどありがたいことかっていうのはね、あの瞬間をありがたく分からせてもらったね。でこのセ・リーグで優勝しましたと、うん、でまあもともとはセ・リーグで優勝するのが一つの目標じゃない。それも一つはね、それしかなかった、うん、でそれがまあ優勝決まって、うん、次は今度打倒パ・リーグになるわけですよね。なるけどやっぱり違うんですか。わしら何とも思わんかったもん。日本シリーズのことなんかなんか付け足し、ああまだそうか日本シリーズやるんや、なこれに勝たなあかんのかとか負けたらどうなるんやんとか、そんなこと一回も考えたことない。あそしたらやっぱりこうセ・リーグの優勝でなんかもう突き抜けた感じがして、わしはだから、初めはそこの考え方やった、はい、これでそこから、何日間かシリーズまで開くやん、はい、そうするとマスコミとかいろんなものがこうやねんああやねんっていろんな情報を入れてくるやん。そうすると西武というのはこういう野球やとか、広川さんはこういう考えでチームを作ってきたとか、そういうのは入ってくるやんか。ほんならわしらにとってその時一番嫌やったのは何か言ったら管理されることやんか。ほんならその管理の代表者が広川さんやんか。その管理のおかげで西武というチームはパ・リーグの覇者として来たわけやから、おいこのチームに負けたらおいわしらのお前え来年どないなんねんって、やっぱり管理か
冗談じゃないの言って、だったらやっぱりこれ勝たなあかんで言って、まあやってさっき東尾の話したやんか、ああいうふうな西部の野球というものはその管理野球と言われた監督の考え、1点を取る野球、また1点を守る野球、そういうことで勝ち抜いてきたチームなんだから、そのチームに負けたらどないなるんやっていう、そっちのことばっかり考えとって、だから野球云々よりも門限がおめえまた出てくるわとか、また上からごちゃごちゃ、あの規則がどうのこうのとか、そういうことばっかり気にするようになったらプロ野球ちゃうねえかと。ましてお前牛乳が豆乳やろ、そうです、え牛がチキンやろがやって冗談じゃないぞ言うて、ほんなんでもうよしこうなったらあの管理野球に勝とうと、そうせんかったら意味ねえ言うて、そっから方向いうか目標ができた。それまでいちいちない、まあ、打倒管理野球ってことですね、うん、だから日本一を意識したのは一回もない、うん、だからもう結局勝って当たり前やったんちゃうかな。だからやっぱそれはホームランの威力やな、ランディ。それまでね、あの、うん、今は交流戦がありますでしょ、うん、当時交流戦がありませんので、うん、あのそういう意味ではセ・リーグとパ・リーグっていうのは、まあ、別世界、オープン戦ぐらいやね、はいはい、あとオールスターで遊びでやるのと一緒やから、あれ交流戦がないから、うん、あのオールスターも面白かったしっていうところ、うん、あると思いません、ね、日本シリーズもまあそうなんですけど、うんうん、でまあ、当時はそしたらあれですか、やっぱりそのパ・リーグの情報っていうのはあんまりだから気にせずにシリーズはずっとこう走ってくるわけですよね。まあそうやわね、だから意識するのは開幕してからはオールスターの時だけやわね。それ以外はリーグの優勝するまではパ・リーグのことなんてのはいちいち見とらへんわね。だからわしらパ・リーグのあの年にどこが優勝なんかなってこと意識したのが覚えとらへんもん。だから西武が、うん、その前の年かもう西武は優勝しとったのかな。だからそれぐらいの感覚で、それなんか言うのはぶっちゃんがやっぱり西武移ったじゃない、はい、これでそこで要はあの田淵幸一が、あんだけうまいもん食いがえであの管理の中で生きとるなと思って、そういうものが印象に残っとったよ。でぶっちゃんも辞めたはずやね、はい、その次の年ぐらいの優勝やったと思うんで、はい、そうです。だから余計に、うん、西武ってこれから強くなるチームやから、特にあんな管理管理言われたの野球はお前一緒に合わんってもう絶対勝とうぜいう、そういうことでの日本シリーズやった。これはもう、うん、かけねえなしにそういうことで覚えてた。やっぱりこの日本シリーズのところ、まあ、セ・リーグの優勝ということと、まあ、日本シリーズの戦いというのは全く別物というか、うん、やっぱり先ほどように日本シリーズ前に、うん、じゃあ目標を作って、まあ、打倒管理野球という話なんでしょうけど、うん、それでまあ戦いを挑んでという話になって、それはどうやったんですか。やっぱりチームとしては平常心で臨めたんですか。やっぱり平常心やったと思うよ。あの緊張したのは平田だけやったと思うわ平田はずっと緊張されてる。平田は常に恒例の唐揚げくんをやっとるからやね、だからそれ以外他の連中特別に、うん、上下着て野球するような連中じゃねえからね。もうそこでガチガチになったりという、ね、ない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 、うん、バースさんもレフトに打ちまくりましたし、そうやね、だからそういうものを払拭させてくれたのはやっぱりランディのホームランやない。そうですよね、うん、だから掛布の甲子園でのホームランもそうやし、長崎のホームランもそうやし、はい、満塁ホームランです、うん、だからなんやかんや言っても
ホームランの威力というものが全てじゃなかったかな。いや、まあ、もちろんそうです、うん、結局日本シリーズのそのホームランの威力で、うんうん、勝ったわね、向こうのコツコツやって、そう一気に破壊しました、ね、うん、だからわしらの野球は間違ってなかったんよという、じゃあ来年からも自らの考えで動いて間違ってないんや、門限は破りましょうというアホな考えで落ち着いたんや、うん、今度先ほどのセ・リーグで優勝した後、うん、今度日本シリーズ優勝しましたよね、うん、なんというもうどうかセ・リーグで優勝しましたっていう時と日本シリーズ優勝したっていうのはもう感覚はやっぱり全然違うものなんですか。違った、うん、だから所沢の競輪場のとこでビルかけして、そこからその足でもう東京に入って、ほんで選手だけで打ち上げもやったけど、あのビルかけしとる時の雰囲気っていうのは、あの東京のサテライトの駐車場の時の雰囲気とはもう全然違ったね。なんか寒かったこともあんね。あ、もうその時ですか。うん、あの11月のもう何日やん、はい、何やこの寒さって、そこでビルかけしとるから、おい早いこと風呂入りたいなーっちゅうのが先やったわ。なるほど。で早いことあったかくして、うん、早いこともう東京行こうや言うて、これで行ったから、だから、うん、やっぱそういうようなこともあったんかな。それのやっぱり初めての経験というものが嬉しいじゃねえかよ。そりゃそうです。あんだけ今まで散々巨人の喜ぶ姿とか他球団が優勝して喜ぶ姿をわしら指くわえていつも見とったんや。うわ、一回でもええからわしもユニフォーム着とる間にこんな経験してみたいなという、その経験した時のあの喜びっちゅうのはもう子供もいいとこやわな。だから一途たる中に入ったり、ええ、ほらむちゃくちゃするっちゅうのは分からんでもないわ。だからもうあれはもうほんま童心に完璧に帰ったバカな大人の遊びみたいなもんやったな。いや、まあそうなりますよね、うんうん、まあ、ファンでもそうですもんね、うん、もうなんかでもあの日本シリーズ、日本一っていうのは唯一の日本一ですもんね、うん、阪神タイガースの。そうやわな。その後2回リーグ優勝しとっても日本一はないもんな。ないですもんね、うん、だからやっぱり日本一になるって、まあもちろんセリーグで優勝するっていうのもそうですけど、やっぱり日本一になるっていう、うん、ちょっと意味がまた別にありますよね、目標が。だからこの時代になったから余計のことそう違う。一回日本一経験 しとるわけやんか。でそこからチャンスが2回あったけど負けとるやん。負けてます。で他球団のリーグ優勝しても日本一になれなかったらなんか優勝の値打ちって今むちゃくちゃ下がっとるやんか。下がってます。だからそういうな意味もあって今日本一とみんな言い出すとんちゃうかな。わしらは日本一を意識しなくてもやっぱりリーグ優勝やと言うて、あの時代はまずリーグで勝ちゃそれでええんやと思って、あと付録みたいなもんやねえかという欲のない考えが良かったんじゃない。まあそれとやっぱり力もあったから違う、あのメンバーに。ありましたね。うん、こうやなかったら、力なかったらもっと違うこと考えとったんちゃうかい。わしらはもうだから負けるということ日本シリーズ考えたことないもん。確かに西武は強いんやろうけど、なもんお前1点1点でお前休憩したら野球やねえかっちゅう、そういう考え方あの時は持っとったから、そら全然相手にならんかったんちゃう。
いまだに本当に忘れられないし、うん、あの時代を引きずって、まあ、最初に戻りますけど、うん、この今年を見てしまうわけです、うん、だからやっぱりわしなんかもありがたいことにその日本一を経験させてもらった一員やんか。その一員の実際の体験とそれで今のこのチームのここまで見てきて、やっぱりこういうふうにしてどう違うんだろう、どこが一緒なんだろうと言いながらこういう振り返ってみた時に、その時代時代の変化というものは当然ある。だけど、うん、やっぱりもっと今のその真面目という言葉じゃなくて、もっとドライな阪神タイガースは何ぞやというものを、うん、もっと意識してもらいたいな。それは何やと、昔やっぱり藤村さんはじめ、まあ、このタイガースの歴史をね、もっと連中が見てほしい、勉強してほしい。そうすれば今みたいにして小さなところでキュッキュするような心持ちにならない。あ、そうか、藤村さんってこんなんやったんや、梶浦ってこやとか、もうあらゆる先輩たちの、村山さんや小山さんや吉田さんやいう先輩たちのそういう歴史を、その動きを見ながら現在に来てるという、そのありがたさ、歴史のありがたさというものを感じたら、目の前のこんな半分ぐらいで急遽することない。ましては残りも59、もっと自信持ってこの一点を守る、この一点取りたいと思ったらあかん。暴れろそんなもん、生好きなように打たんかいと、ここで打たなあかんなんて思わんでええねん、三振かホームランかどっちかで、それぐらいのドライな気持ちで残り59戦ってもらいたいし、ピッチャーはどん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 まっすぐ、今の子たちが150キロ平気やんけ、150キロが160出したる、170出したるというぐらいの気持ちで腕をマウンドで振ってくれ。そりゃそうすりゃおのずと結果が出る。だから慎太郎、大いに自分に自信持ってやってくれ。こんなもんでどうかな。最後一言、へい、今年は阪神優勝できますよね。当たり前、戦勝ってみ、もうどつきに行くぞ。今日はありがとうございました。へい、ありがとうございました。